熊盆地の東端、湯の前町に上神寺、上泉寺はあります。鎌倉時代の初期、1222年頃に作られたと考えられますが、正確な記録はなく、上神が作ったと書かれた石塔と阿弥陀如来像が残るのみ。ただし、この上神が誰なのかは今も分かっていません。その後、廃絶と再興を繰り返しながらも江戸時代まで住職がいましたが、1868年に廃寺となりました。1915年には道庁の明道寺の所有となり、町全体で守りながら現代に受け継がれています。重要文化財に指定されているのは明道寺阿弥陀堂、木造阿弥陀如来および両教地蔵、九重石塔、七重石塔です。阿弥陀堂は三元堂の基本形と言われ、熊本県内の最古の木造建築です。間口、奥行き約 7.33 メートル、高さ約12メートル、寄せ棟造り、かやぶきで、柱はすべて円柱になっています。建物内は阿弥陀如来三尊像を安置する趣味壇の四方に津賀やもみ材の柱を立て、壁を設けています。木造阿弥陀如来および両教地蔵は、阿弥陀如来と両側に立つ教寺、観音菩薩像、静止菩薩像の3体のことを言います。阿弥陀如来像はふくよかで張りのある顔立ち、ヒノキ材、寄せ木造り、金泥塗り、漆箔です。教寺は本尊側の足をやや浮かし、腰を外側にひねり、内側の手を軽く上げたポーズ。ヒノキ材、脇はぎ造り、金泥塗り、漆箔です。華やかで美しい三尊像は、上神が極楽往生や滅罪成仏を願って作られた像と言われています。さらに2つの石塔は、九重が総高 4.28 メートル、七重が総高 3.86 メートルあり、軸と傘を別々に作って組み合わせた乾燥式層塔。各層の4面には阿弥陀仏が彫られていて、木造塔のような雰囲気がある石塔です。大正時代以降、上泉寺と呼ばれるようになり、地元ではその名で親しまれています。